離婚後の共同親権を導入する民法改正案が今日の衆議院法務委員会で与党などの賛成多数で可決されました。16日にも衆議院を通過する見通しで、成立すれば再来年までに施行されます。改正案は家族関係の多様化に対応し、離婚後の単独親権を義務付ける規定を見直して共同親権を選べるようにするものです。父母が協議で折り合えない場合は家庭裁判所が判断し、 DV、 ドメスティックバイオレンスや虐待の恐れがあればどちらかの単独親権と定めます。共同親権について政府は、親権のあり方を決める際、父母の力関係の差で不適切な合意とならないよう真意を確認する措置を検討しているということです。